源氏物語六条院六条院は、紫式部作の、源氏物語に登場する架空の建築物。主人公、光源氏の中年以降の邸宅。展示て、大乗天皇となって、以降の源氏のことも指す。モデルとして、源の通の河原の院をはじめ、東三条殿や、土御門殿など実在した邸宅が挙げられる。宇治市。 源氏物語ミュージアムの六条院模型その名の通り、平安系の六条京谷付近に四条を占める、広大な神殿くりの邸宅。西南部分に六条宮洲所の邸宅跡を含む。少女町で落成、光源氏はここに主だった夫人たちと子女を住まわせた。四条はおのの四季を象徴し、辰巳の町が春、牛虎の町が夏、羊猿の町が秋。 犬の町が冬に該当する。それぞれに神殿やタイの矢があり、敷地は町ごとに壁で仕切られているが、互いに牢でつながり往来が可能である。春の町は、源氏と紫の上、赤氏の姫君が住んだ。源氏と紫の上は、東のタイに居住。赤氏の姫君が受大し、女三の宮が降下した後は、女三の宮が、 神殿の西側に住み、赤石女房が里下がりの際に神殿の東側を住まいとした。庭園は春の草木が無数に植えられ、高い月山と広大な池を有する。池は隣の秋の町へと続いており、女房たちが船で往来することもあった。六条院の中心として男同化や六条院行行行など数多くの華やかな 行事、儀式の舞台となっている。源氏と紫の上の没後、女三宮は三条宮に移ったが、孫の女一宮が東の大に住み、同じく二宮も神殿を休みどころとした。夏の町は、花散里という霧が住み、後に玉かずらが西の大に加わる。夏向けに泉があり山里風に木々を廃し、南側に行け、東側に、 ババ殿と馬屋が設けられている。ババでは、単語の節句の比べ馬などが行われた。現氏没後は花散る里が二条東院に移ったため、夕霧と結婚した、落葉の宮が移り住んで、幼女六の君を迎え、六の君と二王宮の婚儀もここで挙げられた。秋の町は秋吉中宮のの邸で、元あった宮瀬所邸の庭園の月山などをそのまま、生かしており、 紅葉や秋草が、本物の秋のの以上に見事である。春と秋には、中宮の主祭の木の五度鏡が催されたほか、赤子の姫君の模擬もここで行われた。冬の町は、赤子の味方が住み、神殿がなく太のや二つが並ぶ、やや質素な造り。敷地の北側は、蔵が並び、松林と菊の垣根を排する。 赤市の寮母の最初の解任に際して、寮母は、片田タで、春の町からここに移り見こを出産、また、実の祖母二君と再会した。六条院の再現については、玉上拓也案、大田清六案、池構造案などがある。また、風俗博物館で六条院の春の町の神殿と、東体の四分の一模型を、宇治市。 源氏物語ミュージアムで六条院全体の100分の一模型を公開している。ありがとうございます。